これ来た。おお、これやん。これこれ。完璧。拍手が起こってます。イノケです。ゆうかんです。アキネです。こんにちは。こんにちは。チャンネル TO リブです。はい。アキネポーズない。ああ、そうですね。そう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 。アキネ立ったまんまやったからさっき。なんか決めましょうか。そうですね。ゆうかんがこうやし、はい。で、ビューティーがこうやしたね。そう。アキネどうします？まあ、やっぱこういう。ああ、それいいんじゃないですか。こういう？アキネです。ああ、確かにこれいいんじゃないですか。うん。それでいきますか。もう一回やっていきます。はい。はい、いきます。はい。ゆのけです。ゆうかんです。あきねです。いいですね。何投げてるんや。何を投げてるのかちょっと定かじゃないですけど、ね、まあそれでちょっとやっていきましょうか。はい、そうですね。今日はね、おかげさまで大ヒットしてる、はい、ダワキンインパクトプラス D っていうシャフトがね、飛ぶやつですね。そうですね、むちゃくちゃ飛ぶやつがあったんですけど、はい、まあちょっともう売り切れちゃったんで、実は早いっすね、はい、次のねロットがいつ上がってくるのかちょっと定かじゃないんですが、はい、もしかしたら試作シャフトの方が良かった説が撮影中に流れたんで、まあ僕試作さんが結構飛んでました。そう、一番飛んだもんな、はい、ということで、はい、試作1、2も借りました。おっと、はい、来ちゃったんですね、はい、なんで、まあ、試作1、2、3で、はい、4が仕上がったやつなんですよ。これですね、はい、はい、試作1、2、3をちょっと売ってみて、はい、なんとかね、製品化したいなと、はい、思ってるんで。なるほど、はい、ちょっと売っていってもらって、はい、この声をね、和田さんにやっぱ和田さんがよしって言わな、なかなかできないんでね。そうですね、はい、あの試作の魅力をね、はい、伝えていただければと思います、はいはい、じゃあ適当に3人で好きなだけ売ってください。はい、わかりました。行きましょうか。じゃあ試作1から行きましょうか。そうですね、はい、はい、もう試作1良かった。ここにあのイノキンって入れてインパクト系です。インパクト系ね、はい、怒られるわ。姉さん、一応その製品見せてもらえます？はい、姉さん。あれこれですね、はい、これがダワキンインパクトプラス D 製品化したやつです。楽天のランキングももう軒並み TO リーブとリンクスさんで埋めましたね。さすが、はい、ほんまにとめっちゃ言われるもん、いろんな人に。あれほんまなみたいな。ゆうかんベストっすかもんな、ここの、はい、逆にどうやって嘘つくんですかって。確かに。うまい、できた。試作1ですね。1こう、はい、ここにね、1って書いてるんで、で、振動数も書いてます。219ですね、結構しっかりめの試作で。姉さん、初打ちちゃう？これ初打ちですね。ダワキン自体。いや、一回打ったっけ？完成品は、はい、打ちました。撮影で？はい。忘れたっけ？なんかボール出てきたぞ。ボールが生まれた。スクリーンから。こっちかな。ミクサーを打ってた。赤。XV の。あれ？左蛍光みたいなね。今日は。あ、右に行ってしまった。あ、そう、あれ？今のがシャフトがこう捕まるから、右に出しても返ってくるみたいな感じですね。なんか悔しいな。どんなシャフトなの？全くわからんから、試作位置は。硬い。硬い。硬く感じます。姉さんが使ってるシャフトよりは、いや絶対的に柔らかい。完成しなきゃ柔らかいですよ。あれ？あれ？変わらないですね。じゃあ、ゆうかんいきますか。はい、
ちょっとスピン量がね、ね、姉さんちょっと。そうです。うん。揺れてるね、今日。もう珍しいと思ってた。捕まったと思ったんですけどね。逆玉。勇敢のこの玉初めて見た。はい、逆玉。珍しいんじゃん。はい、絶対出ないですね。あら。ミス？はい。頭叩いちゃった。これ飛んだんじゃん。出来上がったやつと試作さんとは全然違いますね、うん、でもどっちかって言ったらイメージは出来上がってる方に近い。あ、そうなんだ、まあ、あんま飛べへんな、うん、なんかね、しなるんですけど、うん、あんまり溜めるところがないって感じですね。試作さんと製品のやつは切り返しからクアトロキックとかって書いてましたけど、うん、こっからグッ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 って溜まって最後にドカーンっていく感じするんですけど、これはもう全体的な大きなしなりだけで、そのまま溜まるとこもなくそのままゾーンってくる感じなんで、まあ重いような気もするし、ちょっと硬い。ああ、そうね、うんうん。あんまりこう特徴のないしなり方かなって、ね。なるほどね。なんとも言え、はい、まあ、試作位置なだけあったということだよね。うん、だからこう開くなと思っても製品のやつってうまいことしなって捕まったりもするんですよ。うんうん、それが開いたら開いたまま行くし、かぶったかぶったまま来るみたいな感じですね。うん、はい、じゃあ次試作人を。じゃあ試作2ですね。2の振動数です。あ、もっと硬く感じる。硬い。え、振動数何ぼって書いてる。そうです、206。206。さっきよりちょっと思ったことはもう何でも言ってもらっていいんで、はい、はい、もうそもそもボツになったシャフトやから。もう左消したよね。そうなんですよ。ちょっと下面に私、あらどっちにピン。今日はこれ、マシな。低そう。なんなんやろ、これ。単純にタイミングが出ないね。で、僕もそのシャフトまだ打ってないんで、何ともコメントできないです。
ただ見た感じはめちゃめちゃ柔らかそうですけどね。へえ。どう？硬く感じた。感じますね。まあ、この左行くんと打ち出し9度とか11度とかなってるのはやっぱり猪木先生にちょっとレッスン受けてもらった方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、いいですか。その動画をまた後で撮りたいと思います。コーチいてるのにいいんですか。もう有名コーチがおるけど、まあでも猪木の方がねいい可能性はありますからね。まあ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 ね。まあとりあえず言うから、ね、あんまこう言われへんから俺も。さあどっちが正しいのか。いやまあ感覚やから人もね。さっきよりさっきよりえ外れた。カメラから外れた。恥ずかしいってこと。あ、そうな。しなって戻ってくる感じある。感じはします。1より。めちゃめちゃしなってるな、見た感じも、うん、ただ飛んでる、うん、まあ、飛んでるけどって感じやな、結局、はい、ちょっとタイミングがちゃうんかな、動きすぎ、うん、結構、はい、動きます、うん、行きすぎてまう感じ、だから捕まりやすい感じします、うん、合わせてきたんちゃん。おお、全部200超えてる。すごい。うん、すごいわ、はい。でもまあやっぱ左傾向が強いっていうことはやっぱ捕まるんかな。はい、うん、バーや。猪木が行きますよ。いやめっちゃ柔らかない。いやめっちゃ柔らかい。フランス。変わったのか。ただ、うん、結構動く。いきます。うん、飛んでそう。スピン入ったかな。飛んでない。これはほんまにさっきより全然動くし、今同じしならせ方したんですけど、さっきはこう来たやつが今のは逆にこうなってるんですよ。うん、全然来てないんで、ほんまに柔らかすぎるって感じですよ。柔らかくてこう逆しなりしてる時に来てるんで、スピン増えてるって感じですね。これもでもしなるんですけど、あの製品のやつよりこう溜まるところがないって感じですね。これも、はあ、そのままスンってくるって感じ。これも滑ってる。全然やな、うん、これはそうですね、さっきとこの試作と製品のやつの中で多分一番スピン入るタイプだと思います。しなり方もこうヘッドがあんま来ないですね、全体的に。まあ、ただ位置に比べたらこっちの方がしなる感じはしますね。勇敢とかが振るとちょっと行き過ぎる感じがある。多分しなるポイントがちょっとずつ違うんでしょうね、うん、僕の場合振ってった時に逆しなりしちゃうんで、勇敢の場合は逆にこうグッてくるタイプなのかなって感じですね、うん、姉さんの場合はしなりを感じる。硬いって言ってましたもんね、うん、だからまあそのキックポイントが合ってないのか、うん、キックポイントが合ってないと硬いって感じちゃうんで、うん、
僕もそのどっちかというと元がしなってほしいタイプなんですけど、元が硬いやつで、でも振動数柔らかいやつってもうすごく硬って感じちゃうんで、うんうんうん、その現象が起きてるのかもしれないですね、うん、じゃあ3いきますか、本命の、うん、僕の自己ベストシャフトですからね、うん、3ですね、3の振動数が、はい、207、はい、さっきと変わらん振動数はえ、柔らかそう柔らかく感じる、一番綺麗今めっちゃ良かったあ、でも左行ってるわ。なんか全然そんな感じ見えへんかったけど。まっすぐ、まっすぐ出てますね。姉さん、もっと長く持ったらいいんじゃん。単純に。振り切れないかなと。それがちょうどいいかもしれない。もうちょいハンドファースト。ハンドファースト。ちょっとシャットに上げすぎ。出たわ。あ、マシになった。ほら、チップに合うでしょ。あれ？ほら。わあ、行くか行った。イノケイマジック。こっちもやっとこうかい。行った行った。行った。ルシャットに上げない。ほら。まっすぐ行く。わーおー、ほら、まあ、シャフトもいいけど、試作さん、試作さんがいいめちゃ飛んだよ、ね、ヘッドスピード40やのに200超えてますもんね。え、前フィッティングした時どんなやったっけ、200いってた、200いってました、いってた、今日の中では、今日の中ではベストやさっきより全然しなる感じはしない次は、1と比べたら、あ、1の方が似てるかもしれない。あ、似てるんや、ユーカンは打ってないかな、しさくさん打ちました、打ったか、そうかそうか、GP 持ち出てもったな、これは出てしまったね、これええぞ、お、来た来た、お、飛んでるよ、おいいね、最後で、なんかタイミングがあったら飛ぶみたいな感じはしない。ああ、それでええねんこのシャウトはそれでええねん、もう製品より暴れてくれて飛んだら、これやばいじゃん、めっちゃ飛んだじゃん、あ、曲がった、ちょっとドロップ気味か、うん、くれてたけどな、うん、1790やもん、もう一回行こうか、はい、なんか飛びそう、ちょっとドロップ、これもドロップしてる感じやな、1700とか800、まあスピンがやっぱり少なくなりすぎるのかな、1800やっぱり、はい、これはもう飛ぶだけのシャフトやから、うん、どっちかって言ってやっぱり 1に出ますね、感覚は、まあ左飛んでるよ、これや、飛ぶんちゃう、今日で言うたら一番飛んでるな今日見た中では一番、
かん。行かず。行かんけど、でもやっぱこれが飛びますね。うん、で、しかもまっすぐ。マジで振りやすい。これが、なぜか猪木には好評な。だいぶタイミング合う。振り回しても曲がんないですね、あんまり。1球目ちょっと左行ったけど。曲がっても飛んでくれたらええねん、これは。この試作は。スピン入ったかな。今スピン入った感じで飛んじゃったんですけど、それでも293分ですね。うん、2900枚と。しかもこのねじれないっすよね、あんまり、うん、すごい。やっぱりこれが一番、なんていうんですかね、僕はしなるタイミングが合うし、うん、溜まるところもあるし、飛びそう、飛びそうっすね。ちょっともう一回いいっすか、300いきたい。ワンタッチ。カットしません。ワンタッチ。ラスト。まだ。今ラウンドも来てるんですよ。なるほどね。やっぱ300超えてもらうのな。完璧形も出てないしな。確かに。あの時315飛びましたもんね。うん、これ来た。おお、これやん。これこれ。完璧。拍手が起こってます。いや、これよ。やっぱり。これこれこれ。やっぱ飛ぶっす、これは、うん。マジで。これです。はい。はい、やっぱ試作さんが最強、ね、僕は最強に感じますね、はいはい、どうでしたお二人は。うーん、2が一番しなって、うん、1と3は結構似てる、似てる、うん、私は3ですかね。3 そうやな、一応どうなるな。まあでもこの3機種試作3つをうまいこと融合して全部のいいとこ取りしたのがこの製品化してダワキンっていうのがすごい感じますね。本当にその1のいいとこと2のいいとこ3のいいところを取ったらほんまにこれになるやろなって感じですね。ただ私たちは3を進めたい。まあそうですね。3やっぱり飛ぶし、飛ぶんですよ。で曲がらん、曲がってもいいんですよ。これに関しては、まあ、確かに、うん、もう飛べばいいっていうシャフトをね、まあ、そうですね。やっぱりちょっと曲がりを気にしたんが製品化かなと思ったんで。あ、まあ確かに確かに、はい、やっぱこの3をねただただ飛ぶっていうシャフトを、ね、はい、ぜひ製品化してほしいなと思ってますので、はい、はい、あの製品化するまでやり続けようと思います。はい、はい、ということで、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、します。ありがとうございました。